皆さん、こんにちは。今回の動画では、フィボナッチ数列の無限和がマイナス1になる話と、その証明方法の一つが、正しい証明方法とは言えないことについて、解説したいと思います。数学の分野でフィボナッチ数列の無限和が、マイナス1とされることは、よく知られている話ですが、これは解析接続を使って証明した場合の話です。一方で、解析接続をせずに、 簡単に証明できるとされる従来の方法がありますが、その証明方法が証明方法として正しくないという話を実例を交えて解説させていただきます。そのため、この話を正しく理解するために、まずはフィボナッチ数列とは何かについて解説させていただきます。その次に、フィボナッチ数列の無限和がマイナス1になることについて解析接続を用いた証明方法と、 解析接続を用いない証明方法について、それぞれ解説させていただきます。そしてその後で、私個人の意見として、その解析接続をしない証明方法で、果たして正しいのか、実は間違っているのではないか、という疑問を呈したいと思います。フィボナッチ数列とは、初期値として A0=0、A1=1 とし、次の値は、 一つ前と二つ前の値を足した値を取るといった全化式で表したものです。この全化式にて、n は0以上の数字という条件があります。このフィボナッチ数列を具体的に計算すると、0、1、1、2、3、5、8、13と限りなく続く数列になります。試しに、この全化式の部分を確認してみましょう。0たす1は1。 1たす1は2、1たす2は3、2たす3は5、3たす5は8、5たす8は13ですね。しっかりと全化式の結果と一致しましたね。このようにして、フィボナッチ数列は無限に続く数列なのです。さて、ここでフィボナッチ数列の無限和を求めてみましょう。具体的には0、0たす1たす1たす2たす3たす5、とどこまでも足し算をします。これが、 フィボナッチ数列の無限和です。この無限和は、当然のことながら無限大に発散します。しかし、解析接続という特別な条件のもとでは、これがマイナス1になってしまいます。解析接続とは、元々の式を複素関数までに対応できるように、範囲を拡張したもので、厳密な意味では、解析接続なしの式とは違うものです。なので、イコールで結ばれているからといって、 解析接続された場合とそうでない場合とでは、式の意味が違うのです。具体的に言えば、解析接続された場合、複素平面まで拡張された FZ の関数に、1を代入した結果の F1 を意味しています。それがこの式に隠れているわけです。解析接続であれば結果はマイナス1ですが、解析接続でなければ、当然ながら無限大まで発散します。これを、 解析接続という前提条件を一切つけずに、フィボナッチ数列の無限和は実はマイナス1だった、とするのは間違いと言っていいと思います。それでは、なぜこのようなことになるのか、これから詳しく解説させていただきます。まず、母関数とは何かについて説明します。母関数とは、ある数列の情報を所有している、 元となる関数です。例えば、ここに関数 fx が存在するとして、この x に1を代入した場合、その結果が、今テーマとしている数列の和と、ぴったり同じ結果になるというものです。なので、関数 fx の x に、1を代入することで、今テーマとしている数列和と、同じ数式になるように定数を定義すれば、母関数とすることができます。そのため、母関数は、 ある数列の情報を持ちつつ、そこから拡張された関数と捉えることもできます。一般的には母関数として、ここで示しているようなべき級数の関数を定義することが多いです。さて、フィボナッチ数列の母関数ですが、このような関数を定義したとします。ここに、x イコール1を代入すれば、フィボナッチ数列の無限和になることをご確認いただければと思います。 さて、この式の左右に x をかけると、以下のような式が出来上がります。2の式は x を1つだけかけ、3の式は x を2回かけ合わせたものです。ここで、式を1-2-3と引き算します。フィボナッチ数列の全化式から、an プラス 2-、an プラス 1-、an イコール0が成立しますので、この式の右辺はほとんど消えます。すると、右辺がスッキリします。 この計算結果は、次のように導き出されます。右辺は A0 と A1 だけの一時式になり、さらに X だけが残ります。この計算式より、FX は次のような結果になります。これが、フィボナッチ数列の母関数です。ただし、このまま FX の X に、1を代入することは間違いです。なぜなら、X の取りうる収束半径が、ルート 5-1÷2 より小さく、 これは1より小さい値だからで、x イコール1だと定義域から外れてしまうからです。それでは、ここから解析接続された関数を紹介いたします。それは、先ほどの fx を fz と複素関数まで拡張することです。これは、ただ x を複素数の z にまで拡張したものです。ここで、fz は、 1-z-z の事情イコール0の場合を除いて微分可能です。1-z-z の事情イコール0の条件の場合、微分不可能となっています。このような点を複素関数の分野では、孤立特異点と言います。なので、定義域外と言えます。一方で、複素関数で定義域内のすべての点で微分可能な関数を、正則関数と言います。この fz も、 定義域内では立派な生息関数です。解析接続とは、元々の関数の定義域内での値と、すべての点で同じ値を持つという条件と、生息関数であるという条件が揃って、定義域外まで拡張された関数のことです。なぜ実数ではダメだった領域に対して、複素数であれば関数が拡張が可能か、という理由については、次のようなイメージです。無限大にそびえる山を、 実数軸の直線でまっすぐ進むと、無限大の壁にぶち当たり、そこから先は定義域の外になります。しかし、複素関数をグラフにすると、立体的に表示されます。山は立体的に表現され、山のふもとをぐるっと回って迂回すれば、無限大の山を登らなくても、先に進めてしまいます。しかも、滑らかな局面で繋がっています。なので、 解析接続で複素数まで拡張すると実数では不可能だった領域にまで関数を定義することができてしまいます。また、その際に元の関数の定義域内や接続面で微分可能である条件が必要となっており、生息関数であることが条件となっています。そのため、この FZ の関数は解析接続の条件を満たしていると言えます。そこで、 解析接続によって拡張されたこの関数は、ここで初めて、z イコール1と代入することができるのです。ここで、いわゆるフィボナッチ数列の無限和が、マイナス1になるとされる、従来の証明方法の一つで、解析接続を使わない、簡単なものをご案内いたします。なお、ここから先の証明方法は、教える方の中には、 厳密な証明とは言えない、と正し書きを添える方もいらっしゃいます。また、そのような正し書きを添えずに、普通に証明の一つとして、解説される方もいらっしゃいます。それでは、その証明方法を解説いたします。フィボナッチ数列の無限和は、定義式より、次のように示されることは先ほどお伝えしました。ここで、ゼロを消去して、一つ分だけずらしたものを、 この式の下に書きます。そして、これらの2つの式の和を求めます。すると、次の通りになります。この式の右辺は、フィボナッチ数列から1だけ少ないので、先頭にマイナス1プラス1を足し合わせると、このような結果になります。これが、フィボナッチ数列の無限和が、マイナス1になる証明方法の1つとして、ネット上で紹介されているものです。 ここからあとは、先ほど示しました解析接続を使わない、従来の証明方法が誤っているとする、私個人の辞説を紹介したいと思います。ただし、無限数列の和を計算するときに、0をプラスするだけで矛盾が起きる可能性がある、と数学の分野で既でに指摘されることがありますので、私の説と似たような意見である方も、そこそこいらっしゃると思われます。なので、今回の私の説は、 数学者の方にとって当たり前の話である可能性さえあります。一方で解析接続を使わないフィボナッチ数列の和の証明方法が間違っていると指摘する方は私の調べた限りではいらっしゃいませんでしたので、ここで紹介させていただきたいと思います。さて、このフィボナッチ数列の無限和がマイナス1になる解析接続を使わない証明方法について、 私は果たして正しい証明方法なのだろうかと思っています。その根拠は、無限大に発散する、数列の無限和の式を、一つずらして足し算している点です。この式のように、上側の方は下側に対して、一つ分だけ右にずれています。ここが私個人としては、おかしいと思えるところです。そのおかしいと思える点をわかりやすく言えば、例えば次の無限数列の和で説明することができます。 この数列をコピーして、一つ右にずらして足し算してみましょう。結果はこの通りです。なので、次のような形に至ります。2s イコール1プラス 2s。あれ、おかしいと思いませんか左辺と右辺が同じでありません。左辺と右辺が違うものを統合で結ぶのは、論理的に誤っている証拠だと、私には思えるのです。さらに、 次の数列があったとしましょう。これをコピーして、右に一つずらしたものを、今度は引き算します。すると、このような結果になります。おかしいですね。1の無限和が0になっています。こんなことはありえないはずです。なので、私としては、無限大まで発散する定数の数列による、式の足し算、引き算では、証明にならないケースがあると思っています。なお、 数列の式をコピーして、右にずらして引き算することは、数学ではよくあることで、例えば有限数列の和であったり、関数をきれいにまとめることができる場合であれば、十分に成立することがほとんどだと思います。おそらく、数列が関数形式で、各 N 字の項できれいにまとめることができれば、式をずらしても問題ないと思われます。しかし、問題は数列の和が無限大にまで発散する。 定数の数列のの列場合です。変数ではないこのような定数による数列の無限和が無限大にまで発散する場合は右に一つずらして足し算やら引き算をする方法では証明にならないのではないかと個人的には思っていますこのような証明方法のどこまでの条件が証明として正しいものになりどこまでの条件が証明にならないのかその詳細な部分につきましては今後のテーマとしたいと思います これが従来の証明方法が間違っているのではないかという私個人の根拠です。このチャンネルでは既存の科学や数学などの分野に対して今までにない新しい角度の手法を交えて解説しています。内容に誤りがあったり、初めて公開する解決方法が既存の手法であったりする場合、ご指摘いただけますと幸いです。この動画が良かったと思われた方は、 コメントや高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。